水木です。にわかカラオケアカペラ軍団 VS 超にわかカラオケアカペラ軍団。K さんってやっぱうまいじゃないですか。VS 僕と星さん。K さんチーム1人チーム。どうなんだ分かんない全然。俺1人で2人。どうなんだ。2曲ずつかな。でも佐藤さんなんかうまいと聞いたことある。いや、そこ点数はでも出ないかもしれない。そうなんだ。オッケー。バイバイ。それでは行きましょう。お願いします。じゃあやっぱ K さんから。あ、でも終わりが K さんの方がいい。そうね。それがいいか。いいよ、星さんから。星さん、僕どっち？新曲入れようよ。え、新曲って何？あれ、歌ってない曲。歌ってない曲ね。うん。じゃあトンボじゃないやつです。ああ、トンボ封じられた。さすが K さん、頭よりのトンボ封じ作戦だ。トンボいいのよ別に。怖いんだ、トンボが。歌われることが。トンボ歌われちゃうからな。怖いからさ。何歌えばいいんだこれ。何がいいかな。何が難しい。いやべえ、両手塞がれた感じだ今。そんなことあんのか、追い詰められてんな。あれ、電源は電源、歌巻き。ちょっと歌巻き。自己系統バージョン。山崎正義。いいじゃん。まあ、まあ、いいですよ。いいですよ。あれ、むずいよ。いっちゃおう。これ以上何をしないば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会える。もうたいいいよいいよ。季節よ移ろわないでいつでも探しているよ。どっかに君の姿を向かいの方こんなとこにいるはずもないのに寂しさを負け出すだけなんだ。誰でもいいはずなのに落ちそうな夜だから自分のいつもあるならもったいふざけ合った時間よいつでも探しているよ。地獄のパート地獄の時間を負け方の味桜木町でどんなとこに来るはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない全てかけて抱きしめて見せる夢を探しているよ。どっかに君いくんじゃないの70点台、70点台今勝てない70点だ、70点だ高いじゃん。ゴールデン計算ちょっとね、不調きたしてんで超高いじゃん。点数超きたしてるから最近そうね。すごいな。さあ、K さん何がいい？新曲がいいな。新曲 K さんぐらいしか歌えないから俺らは聞いてないんだよ。新曲でいこうよ。新曲のどこまでが新曲か全く分かんない。いいよ、K さんがもう新曲で HY の AM11 時以降が新曲じゃない新曲だよ。何があるかな、K さんの新しい曲は。香水でもいいよ、香水。香水むずいでしょ。話題の香水でいいよ。入れるじゃん、香水。入れるの？やっとごめん、入れてねえよ。かっこいい。よっしゃ。香水はチャレンジできるの？いいよ。すごくね。やってみようよ。よし。ケイトね、ケイト。田舎のおばあちゃん。おばあちゃん。違うね。夜中にいきなりさ、いつ会いてるのってない。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの？あの頃。僕たちはさ何でもできる気がしてた。二人で海行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。何もない楽しかった頃に戻りたいとかは思わないけど、君の目を見ると思う。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同じことの繰り返しって僕が振られるんだ。初めて本人のでフル聞いたわ。えどういうことよしこれ言ったかも。聞いたいやそんなやつほんとほんとちょっと走ってんぞ。いやしてもらってうちがっぱらって歌詞だけしてた。いやおじさんじゃないカストでしょここ。おじさんなんなんおああやったはいでも最高点じゃん。よっしゃそれだけでやってるって14点3点次最後やばい。これ佐藤さんの80点ぐらいいったらまだ分かんない。カラオケも相当いってないですよ。いや相当いるな。いやさすがだな。なんかあるかな。やっぱり何じゃねえやっぱり単純にでも知ってる曲ないんでみんなセロリはセロリ山崎まさよし巻きましたオレンジぐらいしか歌えないの。オレンジってあんまり君知らないんだよ。いやでも静かな曲の方がいくよね。オレンジにしとこうかじゃあ。いいよオレンジで、しかも後ろがオレンジの今風景ですね。関係ないですそこ関係ないんだよ別に。歌えるかな。大事でしょ。小さな型に背負い込んだ僕らの未来はちょうど今日の夕日のように揺れてたのかな。ちょっとよくない？いたずらな天気雨がバスを追い越してオレンジの粒が街に輝いている。遠回りをした自転車の帰り道、背中に温かなことを感じてた。さよならといえば君の傷も少しは癒えるだろう。会いたいよと泣いた声が今も胸今のとこは人波の中でいつの日か偶然に出会えることがあるのならその日までさよなら僕を今日まで支え続けてくれた人さよなら消えないようにずっと色あせぬようにありがとう。あれ待ってやばいかもしれない。ラストサビよかった。よかった。まずいまずいまずい、やばい、これ結構いったかも。80いっときゃ70出す可能性あるから。あったよ、やばい、これはそういうのあったもんね。でもいけそうな気がする。あれ光る、え、こんな光るの 72？ あれ結構もう負けたんじゃない？今って何点差？今80なんだよ、4でしょ。え、142-84。うん、すごい簡単すごい、誰もできない。80で引いたら44で引いて656取る。ちょっとか新曲縛りでお願いします。いいですよ、何ですか？紅白で大金出るじゃん。キング絶対難しいじゃん。キングヌーは難しいぞ。歌えるのあれ聞いたことあるか。いや、あんまり分からない。音程は全く分からない。でも本当難しい。何曲だっけ？確実。あれいい曲だ。いや、あれいい曲だけど難しい。これやるわ。もう音程全く分からないね、これ。難しいよ、この歌は。いいでしょ、うまいもんだって。やります。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を口と手が合ってない。怖い。今の僕には何ができるの、何になれるの、誰かのために生きるなら欲しいことばかり言ってらんないよな。どこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますが、その頃にはきっときっと春風が吹くだろう。まっさらに生まれ変わって人生一から寿命が選びついて離れない地図に何も見てるんだ。白にすべてさよなら降りしきる息をすべてを包み込んでくれ。今日だけはすべてを隠してくれ。全然わかんない。ゆめが口で歌ってるから合ってんの、この歌。全然わかんない。初めて今フルで聴いてる。嘘。僕もね、どうせ知らないやつが言うんだ。俺知ってるからあ、それそれたらどっかのどれかになってやしないかな、なれやしないよな。いや、これ結構いってんじゃない？言い流してくれはしない地上の中で日だけを重ねたその向こう側に街を消えるのは天国か地獄か。まさらに生まれ変わって人生一から寿命がへばりつい白にすべてさよなら降りしきる息をすべてを包み込んでくれ。今日だけはすべてを隠してくれ。いやー、すげえ難しい。全然わかんないよ。難しい歌だね。これが歌いきったら大変。大丈夫これ。うん、全然まずそもそも合ってるかわかんないからね。テンションが低いでしょ。なんで？84点。なんで？表現力がやっぱエグかったんだ。表現力そんなんで評価してくれるの？ということで敗退ってことですよね。惨敗ってことです。あー、やばい。ゆめさん、ゆめさん盛り上がりましたね。弱すぎだろ今のね。すごい。いや、でもうまかったけどね。こんなだって今ね、女性と言ったらだって僕らなんて言ってもろくな曲歌わないじゃないですか。白日とコース歌えるの。いや、そんな歌えない。この2つ歌ったらちょっとやばい。ローション語とかカラオケ行って何歌うんですか？みんなでいいなとトンボトンボ。ということでちょっと年末感ありましたね。すごい年末感っていうか楽しかったですね。ただ楽しいやつを取っただけだけど。俺が大事って言いますね。まあまあまあ確かにね、それ大事だわ。うん、しょうがない。はい、ということで終わります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。お願いします。またねー。お願いします。チャンネル登録